26話やっていきましょう。ぜひと皆さんグッドなチャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。それではいきましょう、レッツゴー。ジオンの亡霊、ほうガトーか、ワルカンじゃないのか、なんだってのお真下に資格があるんだよ、分かってんのか、うん、強制しときました。野山隊、何か修正からの強制、まるで戦闘配備ではないか。そのつもりです。なんだと、本艦は補給のために一刻も早くグリプスに向かわねばならんのだ。それをだからこそここで追撃を叩き敵の足を止めるのです。貴様いつから作戦参謀になった。おなんなら今ここで任命してもらって結構だ。バッチバチ。貴様何か策でもあるのか。申し訳ありません。気をつけ。草分かった、勝手にやれ。ただしアレキサンドリアは予定のコースは変えん。マジ草。帰りたければ自分で帰ってきます。その言葉忘れるなよ。ありがとうございます。コロニー落としの作戦と俺とどちらが正しいか見せてやる。あーすげえ、バチバチスイッチもいいとこやな。ここが一番遅いんだぞ。やっとは慣れたか。二度目ですので多少は。いけてる兄ちゃん。アドル総長、敵を捕捉しても敵艦付近での戦闘は避けろ。はアレキサンドリアまで敵を引っ張ってくる。しかしもう今までアーガマを落とせなかったのは戦艦の戦力を有効に使えなかったからだ、うん、あ、そうであります。そうだ。そしてジャマイカンにももっと戦闘の恐ろしさを教えねばな。中隊長殿、縮んでるぞ。まだ出撃前だ。しっかりちょっと待って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 、もう何やってんだよこれ。中隊長殿、縮んでるぞ。まだ出撃前だ。チンコ握るな。出撃前だから縮んでんだよ。さらに出撃したら縮むわ。ああエモチ、 G ディフェンサーはどうか。嬉しそう。整備完了しました。いやそう、実戦で使えるか。シミュレーションは十分です。あとは私の問題だけです。私の問題、注意ならできる。次の作戦には G ディフェンサーを出したいが、どうだ。わかりました。うん、モビルスーツデッキに移動させるよう手配します。注意、お茶を付き合わないか。ダメです。ダメです。タイミングが悪いんだよな。そうそう。いやおもろいな、ここのこの絡み。いいんだよ、こんなんでいいんだよ。はい、こんなんでいいんだよ、もうずっとこれでやっとけ。おー、なんや今の。これ操縦桿か、なんかピンクの操縦桿か。これキノコでも持っとるのかと思ったわ。思い出の品かみたいな。ドゴスギアの補足は無理か。今までの動きから見てドゴスギアはティターンズの他の戦艦とは役割が違うようだ。ロゴスギアは普通の戦艦じゃありません。何か、ゼータガンダムの整備終わったもので。ロゴスギアは普通ではないだ。はい、あの船にはものすごいプレッシャーを感じるんです。おそうか、クワトロ隊もそういうことを言っていたな。おお、はい、今のうちに休んでおけよ。はい、いいっすね。いや素直になったものだ。おお私の出る幕はない。うわー素晴らしい。もうこういうなんか人の死にばかり言葉がうじうじした戦艦だ。行きますか中隊長。出発通りやれ。コロニー落としの落とし前をつける。できながらかっこいいな彼。面白い。注意ガッツ、何で言わせるの。僕だって一人前のパイロットです。このままじゃ何のためにラディッシュにいるのか。焦らないで、みんなあなたのことを忘れたわけではないのよ。でもそのことは後で。クワトロ隊がいれば。カツはあのみんなはね忘れてないっつうけども、カツはあの前回の失態を忘れちゃいけないんだよ。まずは反省をして。星座もう解いたのか。気持ちは分かるが、まずは頭に当たったら原稿もんだぞアドル。落ち着かない。申し訳ありません。原稿怖いのか。そんなことはありません。戦場ではビッタモノが死ぬんだ、覚えておけ。はい、確かに原稿ってまた難しい言葉やな。行きます。なんとなく雰囲気はわかるけど、敵をラディッシュから引き離す。原稿めっちゃ気になるな。そこ詰められるということには変わりねえだろうけど。よし、けなげなもんだ。逃げた。誘い込みと考えるべきやな。おい何やってんだ、G ディフェンサーの出撃命令なんて出てないぞ。誰かがマッツーまで届けなくちゃいけないんでしょ。僕がやります。何、お前誰だ。お前誰だ。なんだって、カツが G ディフェンサーで勝手に出ちゃうって。ああ、カツにはいい勉強だ。大丈夫、いいの。エマ注意がいる。キャプテン、右前方より接近するものがあります。4の時から学んでねえな。戦艦と思われます。何、 G ディフェンサー出ます。頼むよカツ、ずっと修正案件だからよ。なんだ前回の。こっちに突っ込んでくる。あれもそうだけど。ダメです、回線が繋がれません。何を考えてるのだヤザンは。何？やれよ、この人だ。この前の小僧か。神へのこと。うん、かっこよ。ミキがいいな。いや、かっこよ。え、マジ超今の作画今超綺麗じゃねえ。何これ。いや、まずこのかっこよさもすごいんだけどさ、敵もまたかっこいいんだよね。こうダッシュくるくるくるドン。え、このピッカピカの機体からも。すごいな、美しい。おお。なこれ、もはや配管か。昔の戦艦。あ、やっぱり昔だな。わかりました、あれはジオン公国のグアジンタイプです。ジオン、これでジオンの残党、残党通貨。マツは、おお、いけるか。突撃新型か。突撃ラブハートかや。武器は、おお、これか。これか、いや分からずに乗るなやマジで。どこ撃っとんねん。照明弾なんなの。ガッツ適当に乗るなやマジで。なんか速内の戦艦だと。あー、裏側とか裏に行ったんだな。エマさん、G ディフェンサー、おお、やらせるか。あ、出た。おお、え
あ、デカミ、おお、生きてる格好やな。夢か。いや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 、な、なんだろうな、なんか上かっこいいなと思ったけど、なんかブリーフだとなんかちょっと、いや、え、なんでだろうね、ブリーフってさ、ちょっとなんかアホっぽく見えるのわかる。いや、ごめんね、ブリーフ派の人いたらごめんなさい。そうだな、アムロ派とシャー派みたいなさ、初代的なところでさ、ね、いろいろ何派何派ってあると思うけどもね、タケノコ派、キノコ派、の里の話ね、ブリーフ派、トランクス派、前もこういう話しました。ボクサー派、この3つなんだけどもね、皆さん何派でしょうかね。ちょっとブリーフはね、ちょっとなんか何でしょうねっていう。まあそんな言ったらブーメランパンツ派とかっていろいろと出てくると思うけど、なんとなくちょっと草生えてしまうのは僕だけですかね。僕、まあ、好みの問題ですね。僕はトランクス派なんで、基本トランクス。今もだから上はちゃんと着てるんだけど、彼みたいに着てるんだけども、あの下はトランクスなんで。皆さんは何派でしょうか。コメント欄パンツで埋め尽くしてください。ありがとうございます。おいっす。違う、夢なんかじゃない。レマさんが危ないんだ。出動します。ゼータガンダムの発進許可願います。ちょっとごめん。なんだ、カミーユか。レマさんが危ないんです、行かせてください。待て、今キャプテンと変わる。カミーユ、聞いているのか。エマチュイがどうしたと言うんだ。感じるんです、エマさんが救いを求めているんですよ。これ絶対俺怒られるわ。これブリーフ派の人に絶対詰められるわ。これほんとごめん。これも好みの問題だから、これ好みの問題です。いや、これ絶対怒られるな、これやばいな。もう分かるんだよ俺。そうですよ、行かせてください。神、我々に分からない何かを感じているのか。はい、今俺もそう感じてる。分かった、発信を許可する。ありがとうございます。ブライトさんいいよな。アムロレイン、おお、いいっすね。信頼だな。似ているな、アムロレイン。奇跡を見てきてるからな、アムロの。さすがで、クワトロさんとも似てるってなると、ゼータガンダム行きます。全方向見れるこのモニターもすげえよな。モニターっつうのがさ、すごいいい。当たり前のように出てるけどな。スターダストレイね、なんか出とったけど。ダメだわ、タイミングが。ここからやんね。何やってるんだ。トリマさん何やってるんだ。お前だよ。そっちの都合通り行くもんか。うわ、うまい構図、うまい構図。これすげえ芸術点高いな。おお、エマさん逃げて。ナイスな横やり、いいっすね。ブリーフの一発。この前の新型が、おお、証拠りもなくまた来る。いいっすね、かっこいい。こいつ、うわ、やる、硬い日。おお、いった。あ、そっか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 、理解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 、超理解。 G ディフェンサーを俺ちょっとよう分かってなかったっすわ。なんかあのコアファイターみたいな感じで考えとったけどもね、 G ディフェンサーはこれね。はーはーはー、だからダブル O もなんかサジ君がね持ってきたみたいな流れあったけど、若干似とんなこれ。若干ちょっと似とるなこれ。そういうね、そっか、これが G ディフェンサーか。あの理解力を私あの悪いんでね、はい、今やっと理解。ゼータガンダムです、ゼータガンダムが来ました。間違いないか。識別信号確認してます。よく来てくれた。どう？キャプテン、メモの回収終わりました。よし、微速交代に入る。索敵を怠るな。今度は幽霊戦ではすまんぞ。おお、かっこよ。さあ反撃や。どこだ、見つかった。おお、来た。出力が違うんだ。ああ、そうか、あれを渡してそのまま分離したか。やばいね、丸裸やん。丸裸やん、やばいやん、超絶やばいやん。そっか、渡してそのまま合体じゃないんだね。一緒にサジ君の時みたいに、ダブルの時みたいに一緒に乗れますじゃないんだね。あ、やばいわ、それやばい。もちろん。うお、ぶんだ。これか。下がったか、逆に今。うまいな。すごくね。やるやん、やるやん。判断能力はええですな。え、あー、ぶな、かすりしそうな勢い。嫌なのに追われとんな。おお、一気ぐらい援護が来たからといって。うわー、この音楽怖い、不穏なんだよ。うわー、かっこよかっこよ。あ、今のかっこいいね。後ろか、どっちから来る。おー、超いい戦闘、クールな戦闘だ。しているようだが、精神的プレッシャーは感じない。ただ強いだけだ、うん、しかし発言が舐めてんだよ。舐めてないんだけど。ただそれだけって、それがすごいのに、もはやそれだけでしかないって。引っかかっちまったのか。成長してるな、カミユ。もうニュータイプじゃないと対応できないね。脱出したのか、パイロット。おお、ジーディフェンサーのコアファイター。あ、はいはいはい、これはコアファイターね、このちっちゃいの。ハサックのパイロット、カツは。おお、裸の戦いが始まるな。マーク2を頼む。私はカツを救出するために降りる。よろしいですか。状況によってはマーク2だけを引き上げても構わない。わかりました。怖いな。こんなところでカツを死なせたら、何のために空に来させたのかわからなくなる。頼むよ、エマさんも死なんでくれや。守るもんないんやから今これ。あと1分で戦闘区域から離脱します。このまま逃がすものか。各訪問体感砲火開始だ。少佐、ここからではモビルスーツの戦闘区域を直撃します。ヤザンに迂回させろ。回線繋がりません。ヤザンなら自力で戻ってくる。どんだけ繋がらんねん。携帯持ってるのに全く出ないやつだよね。何のために携帯持っとんねんって。味方に向かって発砲したのか。はっ、くそ、電話持ってねえからね、出ろよ。うおー、すげえな。ダメか。まあだろうな、そりゃダメやわな。
怖いよ、すごく怖いよ。おお、エマチ、ゴリュウ、こんなところで何をしてるの？武器を探してます。こたしなさい。これぐらいの船だったらモビルスーツの一機ぐらい。いい加減にしなさい。危ない。上にあったハイザックのパイロット出た。うわ、ここで、うわー、やだな。彼重要そうだなと思ったけど。グワジンを盾にしつつ配管砲撃弾上昇して撃つ。グワジンには当たるな。大丈夫？マジ大丈夫これ。あ、あらら、あ、あらら、やばいっすね。おお、共に共に、うわー、かっこいい、かっこよ。いいっすね。やっぱガンダムはこういう剣での戦いが生きれるっすな。モビルスーツで隠れるだと。おお、イケイケゴーゴーの人にとっては舐めとんのかってなるわな。あら、あったやん機体。あったやん、すげえ。あったあったあった。この機体はあれやな、なんかシーマさん乗っとったやな。知らんけど知らんけど、機体の勉強不足やからな私は。おお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 お、弾少ねえな彼。そんな撃ってないやろ。どんだけ銃を捨てて弾ないんだよ。撃ってください、子供のくせに。おお、待ちなさい。うわお、よくないね。なんだカミーユってやつか。なんで僕の名前を。女子供に頼るとは、エウーゴもそこが浅いな。そうさせたのはチターンズだろ。誰が。確かにその程度かい。あの状況だったら皆さん銃渡します。ちなみにエマさんみたいに僕だったら渡さないですね。で、渡さないと殺されちゃうやん。 だけども所詮はナイフやん。で、その後絶対あいつ死ぬやん。だから多分言葉でうまいこと、ちょっとこれここはもう一旦収めてお互い帰ろうやって多分言いますね。あの、しかもナイフだからあんたが刺す前に撃つよっていう風に多分言うと思うのよ。ハッタリでもなんでも。ほんならもう一旦これちょっとブレイクにしようやって言って、あの、もう離れてくれっつって、あの扉の方まで行っていいからっつって、扉の方まで行ってそっから投げてくれって、よいしょって、そしたら話終了みたいな感じで持ってきますけど、皆さんだったらどうしますか。難しいよねこういうの。でも考えちゃうんだよね、俺だったらどうするんだろうって。乗ってきたモビルスーツはどうした。まあこうなるよね。ついている、はい、奪おうとしても無駄よ。そうだな、乗り捨てにするわけはないか。人に制殺旅奪の剣を握らせるな。はい、もうこうなるよね。誰か言いそうですよね。奪おうとしても無駄よ、はい、そうだな、乗り捨てにするわけはないか。その場合にはこっちに放る。実戦は慣れてないよね、総長。お、無理しない方がいいわ。怖いのはどっちも一緒。余計なことを言うな、早くしろ。さすが、うおお、やるな、経験の差か。勝つ。おい、何してんの。何勝つ。神、何やってんだ。何やってんだ、お前が何やってんだ。ああ、出た。まあ1機ぐらいあるわな。ゼータガンダム。いや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 、誰かいる。もらった。うわ、今の一瞬で、今の一瞬で、今のはやばいな。勝つ。博物館にあったのと同じだ、動くか。どう取り返す。当たり前か。博物館にあったのと同じかってすごいな。おー、やるやん。おー、やばいね。さあ取り返せるか。何、お、一発は撃てそう。これだ。おお、やべえじゃん。腕は2本があるんだ。おお、なんか名言やな。腕は2本あるんだ。わからの使える。おお、すげえ。うわお、腕はもう2本ねえな。危な。いや、カツ本当にギリギリのエマチュイ、プレイをすんな。カツは大丈夫よ。しかし行きなさい。わかりました。あ、修正案件だなこれは。余裕で修正案件やな。するわ。はい。いや、なんとかなったからいいけど。このままで終わらせるつもりはないんだよ。まあまあまあ、エマさんにね、あれを渡したのはいいけど。ちゃんと追いついてくれよ。なぜ待っていたの。注意もカツのことも気になる。注意。ジャマイカ少佐。やつめ、大きな口を聞いときながら逃げ戻ってきたのか。おお、まさか。止まった、チャンスです。これは黙って。無意味な出撃などするから。あ、各砲座、各砲に迎撃させ。終わったよガンダム。狙いを外すな。うわー、撃つか撃つか。撃った。そして、はい、もちろんのことながら避けていく。それに気づかないバカが死ぬ。ドンマイドンマイ。戦場で厄介払い。これは、うわー、神、うわー、あなたが戦闘中に後方のことを考えすぎるからついカッとなっちゃって。ね、注意のおっしゃる通りです。これはもう少し戦いに集中します。バラライカも言ってたやな、こんなこと。あの、これが戦場であれば厄介払いできたのに。バラライカつうか、なんかスミノフ大佐みたいな、あのお隣にいるいかつい人が言っとったな。確かヤクザの時の話だったかな。あのヤクザの時の話っすね。あのユキオちゃんの時の回で確かここが戦場であれば厄介払いできたのに
みたいなことをね言っているような記憶があったんですけどね、同じロシアの同胞と言っちゃあかんな、それに対してね、なんかそれを感じましたね。まさに戦場であればあのアホはいくらでも処分できてしまうっていう。勝つ、ありがとう。おお、まあ確かに君がいなければやられていた、どうせその後で怒るんでしょ、うん、それは私たちの仕事じゃないわ。偏見キャプテンに絞られるんだな。はい、それはね、それは絶対そう。結果的に良かっただけでこんなん続けたら誰か死ぬよ。自由人が多いな本当に。やはりアバオアクグリプスか。おお、はい、コンピューターの解析図面ですからどこまで正しいか。いや間違いないな、元ジオン公国の連中とターンズが手を結んだ宇宙要塞建設の話は聞いている。わお、正面の空域にあるというのか。マジか、やべえやん、やばいやん。え、いよいよ何してんの。さすがだ、礼を言うぞ。なんでジオンと組むの。いえ、勝つのおかげです。おお、よく助けてくれました。お、すごい、お、すごいじゃん。今回は G ディフェンサーのテストも兼ねて出撃させた。お、今度独断で動いたら独房入りだ。おお、はい、あ、すごい。神、アーガムから連絡が入った。守ったな。クワトロ隊員が地球から戻ってくる。本当ですか。みんな守ったね。迎えに行くそうだ。ウワジンが沈みます。偏見さんも守ったし、なんかいい話。クワトロ隊員が地球から戻ってくる。本当ですか。アーガムが迎えに行くそうだ。ウワジンが沈みます。ついに亡霊が消えていく。が、今度はご本家様が出てくるつう話やろ。ティターンズとしかも組んで。おすげえなぁ。え、っていうか、ジオンとか嫌いなんじゃないの。スペースノイド嫌いっすって言っておきながら、ティターンズはそれと組むってこと。なんなの、なんなの、残党、残党、残党と今回の亡霊からの残党。え、てか俺がなんかあの亡霊をね、あの残党ってね、あの勘違いしちゃったけども、あのガチであの残党からのそれと手を組むって話よ。めっちゃ矛盾してない。なんか連邦ってほんとプライドないの、これ。俺の認識があってれば、なんか敵のザクを使ったりとかさ、まあ、ハイザクに改造して喜んでるわけでさ、で、からの、え、でも、え、喜んでるけど、一周回って、実は、まあ、ティターンズやん。ティターンズは、もともとそれの残党と組もうと思ってたからこその、でも、理念とかどうなってんの？スペースノイド嫌いだえって言いながら、思いっきりスペースノイドと組むの。で、あとで厄介払いって感じなのかな？大は小を食うって感じが分からんけどもね。はい、ということで、僕の認識が間違ってたら、コメント欄で修正お願いします。ということで、最後になります。グッドボタン、チャンネル登録ボタン、よろしくお願いします。また次回お会いしましょう。See you next time!